ピンクボディーよ、 GHC を奪還せよ。 6.18 ここ大阪で帝王最強コンビがまさかの王座転落。新たなる王者は新日本プロレスジャイアントバーナード、カール・アンダーソン組のバッドインテンションズ。バーナードは今年3月 GHC ヘビー級王座に挑戦。当時の王者杉浦に桁外れのパワーを見せつけた実力者。アンダーソンとのコンビで現在タッグ2冠に輝く。流出した2本のベルト、非常事態にこの男が立ち上がった。今ヘビー級のタッグのベルトここにはありません。俺が一番最初に行きたいと思ってます。そのパートナーは吉江豊。森島と吉江はピンクボディとして4月のグローバルタッグでは大暴れ。スーパーヘビーの破壊力を見せつけた。奪還か防衛か。 GHC タッグ選手権、王者ジャイアントバーナード、カール・アンダーソン組対挑戦者森島武吉江豊組。新日本は1番、それならあと少ししたら新日本は2番でしょう。 GHC タッグ選手権試合、チャレンジャー森島武史、吉江豊、2人体重合計280キロ、ピンクボディの入場です。2003年11月、永田優、棚橋博史にベルトを奪われて以来7年8ヶ月ぶりに新日本へ流出した GHC タッグのベルト。森島は危機感を覚えました。だからこそこのコンビの解消を匂わす発言をして覚悟を決めました。先頭吉江豊、その後ろ森島武史。この吉江はバーナードのような大きいやつ大好物なんです。肉弾戦ウェルカムと話しました。森島吉江のピンクボディがノアタッグの至宝 GHC タッグのベルトを取り戻すことができるんでありましょうか。森島リングインです。新日本のセルリアンブルーのマットじゃなくノアのエメラルドグリーンのマット。いや、四角いマット3本のロープには変わりない。さらに変わらないのは新日本が一番だということ。第22代 GHC タッグチャンピオン、ジャイアントバーナード、カール・アンダーソン、バッドインテンションズが席に笑いました。 6.18 ここ大阪のリングで GHC タッグとこの IWGP タッグをかけた史上初のダブルタイトルマッチ、高山佐野組を破って2つのベルトを手にしたチャンピオンチーム、 IWGP を腰に巻き GHC タッグのベルトを手に持っている、こちらがカール・アンダーソンです。今日は GHC タッグのベルトのみの初防衛戦ということになります。 IWGP のベルトを首にかけている、こちらジャイアントバーナード。2008年コンビを結成して3年目、ピンクボディよりも俺たちの方がキャリアが長いと豪語したバーナード。パワー勝負なら俺たちに分があると話した新日本プロレスバッドインテンションズ、ジャイアントバーナード、カール・アンダーソンリングイン。
7.23 大阪大会全9試合中本日唯一のタイトルマッチです。 GHC タッグ選手権試合、放送の解説は丸藤直美選手です。丸藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ丸藤さん、ノアとタッグにとって重大な局面を迎えている中で、はい、森島芳恵が手を挙げましたね。そうですね、はい、もう何としても取り返してもらわないと。どのあたり注目しましょうか。やっぱりね、ただただこう見たいででかいですからね、そこは非常に楽しみですね、このぶつかり合いというか、ね、ね、とにかく 6.18 新日本プロレス大阪大会で奪われた GHC タッグのベルト、今永元遥か GHC タイトル管理員に今戻されました。すぐに取り戻すことができるんでありましょうか。チャレンジャー森島芳恵で280キロ、チャンピオンチームで259キロ、4人合計合わせて539キロという肉弾戦が待っています。この舞台は俺たちのもの、芳恵豊か。取り返す森島たけし。バッドインテンション宮下グループバンドザ・マシンガン、カール・アンダーソン、ぶっ放しましたザ・マシンガン、カール・アンダーソン。宮下グループジャイアント・バーナード、新日本は1番ジャイアント・バーナード。 GHC タッグ選手権試合、第22代 GHC タッグチャンピオン、ジャイアントバーナード、カール・アンダーソン、新日本のバッドインテンションズ初防衛戦です。ノアから名乗りを上げたのがこちら森島たけしと芳恵豊のピンクボディです。チャレンジャー落ち着いた険しい表情がこちらチャンピオンチーム、不敵に笑った笑みを浮かべつつあるのが芳恵豊、ピンクボディです。さあどういった一戦になるんでありましょうか。ボディチェックをしています。落ち着きがないのがジャイアントバーナード、画面右側です。198センチ、150キロ、タッグパートナーはザ・マシンガン、カール・アンダーソン、184センチ、109キロです。こちら2人合わせて280キロ、ピンクボディ、おっと今手招きしてバーナードがまず出ていくようですが、丸藤さん、はい、森島指名ですね。いやこれすごい見たかったですね、はい、いきなりね実現ですね、はい、実はこの2人初めての遭遇になります。森島も話しました、初めてなのでどうなのかわからない。今場内は森島コールです。いや森島選手のでかいのを久々に見たですね。そうですね、身長差が8センチバーナードの方が大きい、森島の方が8センチ低い、そして体重が20キロ少ない状況であります。さあ組んだ、試合が始まりました。ノアの至宝 GHC タッグのベルト取り戻すことができるんでありましょうか。さあ今は力比べという状況、体を入れ替えながら青コーナーに来ました。回転していますニュートラルコーナー、一周するんでありましょうか。丸藤さん、はい、まずこういったファーストコンタクト最初の組み合いで相手の力というものがなんとなく分かるもんですか。そうですね、分かります。やっぱここを制するのはね、こうやっぱり重要だと思うんですよね。そうですか、一連選手ね、果たしてお互いに初めてのコンタクトでどう感じたんでしょうか。表情を見る限りジャイアントバーナード、さすが森島だなという感じも見受けられますが、いかがでしょう。まあ、バーナードもねここまででかい日本人と、なかなかね遭遇することもないと思うんで。そうですよね、さあ力比べどうだ。倒れません、今度は2人で行く、リングの中央、意地がありますラリアット、相打ち、ラリアットかわします、ラリアット同士打ちで倒れた、すぐっと起きたかかる、頭をつけ合います。丸藤さん、はい、どうやらここまで互角な感じですね。そうですね、お互いやってるとウキウキするんじゃないですか、これ。そうですね、何かこの初めてのぶつかり合い楽しんでるようです。アンダーソンが自ら入りましたね。そして今度は芳恵豊を要求、それぞれがタッチを交わしました。
さあこの吉江豊、もともと新日本プロレス所属の選手でした。ですからバーナード・アンダーソン、この2人と肌を合わせたことがある、そういった経験値を持っているのは僕ですからねということを話していました。このアンダーソンがこの丸井さん4人の中では一番体格差がある選手ではありますね、はいはい。まあ、それでもね、あの大きいんですけどね、はい、そうなんですね、周りがでかすぎるっていう感じになって、はい、地獄好き2枚いました吉江です。このピンク色のコスチュームがこの吉江の売りです。さあ体当たり飛んだカール・アンダーソン、ザ・マシンガンですから森島がおっと体を預けた、280キロ150キロ、森島が、はい、デカさんにはねこの差があるんですけども、新日本上がってる時に僕から見るとこうカール・アンダーソンが非常に上手い選手だなってイメージがあったんで、そうですか、そうですか、はい、おっと今分断作戦、森島を場外に蹴落としました。今もあの丸藤さん、はい、吉江の膝にね、うん、あの低いドロップキック見舞いましたよね、はい。そのインサイドワークとかね、そういうのを見ると非常に、はい、あの上手い選手、まあ、敵なんですけどね、上手い選手だなと思ってます、ね。サポーターを外して膝への攻撃2発、2ドロップ、そしてカバーに入りますが、まあ、そういった意味ではバーナード、そして森島、吉江と、まあ、巨漢のレスラーの中に一人このアンダーソンというスパイスが効いている一戦になりそうですね。そうですね。でまたこのバーナードもでかいのに動けるんですよね、はい、はい。198センチ150キロ、今リング上の両者バーナードと吉江豊、公式の体重は一緒ということになります。150キロ同士です。そしてアンダーソンが攻撃した吉江の左膝をこのバーナードも攻めていきます。6月の18日くしくもこの大阪府立体育会館第一競技場のこのリング、リングのマットの色はセルビアンブルーではありましたが、GHC、IWGP のダブルタイトルマッチ、史上初のこのダブルタイトルマッチを制したのは赤コーナーのチャンピオンチームバッドインテンションズです。さあまたカール・アンダーソンが入ってきました。エルボースマッシュ勝ち上げます。さあローキック、ただマットの色は違っても四角いマット3本のロープ、丸藤さんそれは一緒でしょうと、うん、まあ、全く意に返さなかったですね。まあ、やっぱりねチャンピオンクラスとなったらね、はい、リングなんて関係ないと思いますし、はい、さあ頭突き身長差があります。あーっとそして今度はグーパンチ拳です。これはいけません。地獄突き倒れた丸藤さん、はい、このバーナードとアンダーソン、この2人の選手の、まあ、体格差はそうなんですが、はい、技という部分ではどういった部分持ち味ですかね。あの細かい技があの器用にできるんですよね。そうですか、この体格でも、はい、でフィニッシュは、ね、非常にダイナミックででかい技をやるんですけども、はい、そういうところが強い要素の一つなのかなとも思いますし、この GHC タッグのベルトは今日が初防衛戦、しかしおっと受け止めた、吉井が受け止めて前に落とす、150キロを浴びせました。ここで何か奪回するんでありましょうか。タッチが交わされました。さあ森島、まずのあの選手で名乗りを上げた森島、ドロップキック、素早い動きでは丸藤さん、はい、この森島も負けてませんよね。そうですね、だから本当に今日はあのでかくて動ける選手が集まってるっていう感じですよね、はい、そうですよね、はい。さあ場外戦、アンダーソンも鉄柵、動けおれ、おっとそしてかなり気合が入っている、気持ちが入っている、椅子を取ったラフファイトだ森島、アンダーソンを座らして惜しい、一つ声を上げて、さあ距離を取る、距離を取る、130キロ、ヒップアタック、丸藤さん逃げ場がありませんでした。きついですね、あれはまさに鉄柵との間でサンドイッチ状態。昨年膝の靭帯を痛めまして、もともと160キロあった体重30キロほど落としましたが、丸藤さん少しまたあの時よりも体重増えてるかもしれませんよね。あーとどうか、あーと飛ぶか、いやあーとバーナード、バーナード、この辺はタッグコンビの連携うまいこと見ています。今度はバーナード鉄柵攻撃、そしてこの場外戦を見ても丸藤さん、はい、森島相当気合が感じられますね、さあ今度はエプロンサイドに、今度はアンダーソンがどうかどうかどうか、このままエプロンで、あーっとさせない、パワーボムかと思ったんですが、
130キロのお尻が降ってきた。あれ食らったら食らったで危ないんですけどね、うん、今そのままこう断崖式のねパワーボムの可能性もあったんですがこらえました。さあそしてそして飛んだー、森島飛んだー。そうです、森島は飛べるんです。バッドインテンションズ GAC タッグチャンピオンバーナード・アンダーソンを、いや丸藤さん、これはひとたまりもありませんね。まとめてねダメージあったんじゃないですか今。そうですね、うん、そしてアンダーソンをリングの中に入れました。さあ権利があるのはこの2人です。そしてコーナー最上段に上がっていくか、いくか、いくか、飛ぶか、飛ぶか、飛んだミサイルキック、これはすごい、場内が揺れました。そして丸藤さん、4人合わせて、まあ、体重の合計が、まあ、539キロということですが、まあ、今日はあのジュニアのタッグの試合もあったのもあるんですけれども、はい、同じリングとは思えない。リングが持つかどうか、ね、はい、選手が、ね、動くたびにリングが横に揺れるんですよね。揺れますよね、はい、狭く感じます。それだけ大きい4人の選手が縦横無尽にこのリングの中で一つのベルトをかけて戦っています。さあタッチが交わされた、2度目のマッチアップになった。バーナードがいった、150キロ。これは森島にとっても、まあ、未知のこう衝撃かもしれません。さあ上がって、上がって、あー取ってきた、セカンドロープ、150キロ。今度は上まで行くのか、上まで行くか、いけない、セカンドロープ、2つ目カウントは2。あまりこういった本当に大きな選手との遭遇がないと思われる森島なだけに、まあ、タッグパートナーである吉江とシングルはやりましたけれどもね、はい、なんかベイダーの時みたいな衝撃ありますね。あ、そうかもしれないですね。ロープに飛ばされて、あーっと蹴りが待っていました。カウンター、150キロ、ダイビングボディープレス、カウンター2です。もともとは大学時代アメリカンフットボールの選手だったジャイアントバーナード、 NFL でもプレーしました。しかしその後プロレスラーに転身、 WWE などを経まして全日本のレスラーとして初来日。おっと、このままバーナードボム行くんでしょうか、バーナードボム行くんでありましょうか。ブーイングが出ました。持ち上げられるか、バーナードにとってもこれだけ大きい日本人はね、うん、そうですね、持ち上げられない人ってなかなかいないと思うんですけど、ね、そうですよね。さあローリングクラッチホールドもさせない、またお尻が降ってきた、そのままホールになっている。いやいやいや、これはすごい肉弾戦だ。丸藤さん、ですからこれから試合の中盤から終盤にかけて、はい、どちらがどちらを持ち上げるかと。そうですね、はい、バーナードにもバーナードボム、バーナードライバーがあります。森島にはバックドロップがあります。はい、あーっと、ありがとう。どちらがどう持ち上げていくかというのも、まあ、最後の最後の楽しみでありますが、そこまでにそのプロセスですね、過程の部分でもどういった攻撃を見せていくのか。さあそれぞれがタッチを交わしました。今度はリング上、吉江とアンダーソンダブルラリアット。さすがにこの辺りは吉江の勝ちか、ふらついています。ザ・マシンガンカール・アンダーソン、左ラリアット、やっぱ当たりではね、吉井選手の方が強いですね。そうですね、さあコーナーで今度は串刺し式、150キロ。いやー逃げ場がないという中で、おっと、うまい、これはクレバーだ、同志を誘った、頸動脈へのチョップ、150キロ同志、今度は向こうだ、お尻だ、今度はこっちだ、吉井が、吉井が縦横無尽だ、全体重を浴びせた、これは強烈、今度はこっちだ、150、150。いやー、これには沸きます、これには沸きます。さあ今度はダブルでの攻撃になります。い
やはり4人の中で一番体重が少ない、それでも100キロオーバーのこのアンダーソン相手に、まずは森島体を預けます。このままいった、これはすごい、これはたまったもんじゃありません、たまらずバーナードも肩に入ります。あ、持ち上げるか、いった、今日1発目、今日1発目のバックドロップ、重いですね、でもやっぱりそうですね、やっぱり角度が高さがね、なかなか、おっとバックブローチョップがあります。ラリアット、さあピンクボディ、丸内さん結成間もないところではありますが、どうでしょうかね、この2人の連携は。そうですね、まあ、いい時と、ね、まだちょっと微妙にこう間が空いてしまう時とあると思うんですけども、今年に入って本格的にこの2人がタッグ戦に参戦してきました、はい、今年のグローバルタッグリーグ戦2011では勝ち点8で3位タイ、優勝は秋山斉藤組、2位が高山佐野組でしたが、その後に続きました、まあ、ですからチャンピオンチームもキャリアの方、コンビの力は俺たちの方が上ではないかということを話しています。さあこの辺り連携、おーっと膝をかち上げた、そしていった、飛びつきました、おーっと森島が場外、さあ今度はおーっと先頭ボディープレス、さあもう一度いくか、今度はボディープレス、そのままホールでいった、ホール危ない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 、ちょっと連携ではね、あっちの方が上かもしれないですね、そうかもしれませんね、森島が今場外に叩き落とされました。戦況を見ています、現在は吉江がアローンバトルになっている、チャンピオンチームが連携、バーナードが起き上がらせます、森島が戻った、森島戻った、さあここは持ち上げさせません、さあ捕まえた、前に落とす、さあバックブロー、裏剣裏剣、そしていったいったいった、ジャーマン吉井が投げた、こういった大きい選手大好物なんです、2人で280キロ振らせました。この表情、丸藤さん、はい、吉江がこういった大きい選手大好物だと話した通りですね、はい、まあ、でもここまででかいとは思ってないかもしれないです ね、 そうですね、まあ、でも過去に対戦があるということなんで、はい、ね、容量は分かってると思うんですけども、ね、バーナードもあまりこういって投げられたことも少ないでしょう、うん、あーっとコーナー最上段から、ここはアンダーソンが見事なカットに入りました、蹴り入りましたね、さあ吉江一転してピンチ、さあ打開するか、バックブロー、左エルボー、右のバックブロー、あーと左、一人での戦いになっているこの吉江、これまでの結果は出せなかったけれども、俺たちのため、俺のための舞台じゃないか、今日のこの大阪のリング大暴れしますよ話しました。ラリアット、カウンター、これはたまったもんじゃありません、そろそろチャンピオンチームが本領発揮するんでありましょうか。 GHC 第22代今日が初防衛戦、しかし新日本の IW タッグ第59代のチャンピオンでは9度の防衛があります。 GHC のベルトをかけた初防衛戦、チャンピオンチーム150キロ、バーナードがいった、アンダーソンがさあ膝を当てがった、蹴りを見舞った、動きはシャープなんですよね、カール・アンダーソンね、そうですよね、さあそして持ち上げるのか、首をかき切ったが、あっとここ、あーっとボルドーバム、バーナードが見せた、食らいたくなかったですね、森島が投げられました、分断された、分断された、これは危ない、吉江が、さあ2人のマジックキラー、マジックキラーが出た、合体技、大ピンチ、大ピンチ、返しました、バッドインテンションズの丸内さん、はい、これが合体技だったんですが返しましたね、うん、さあもう一丁いくか、もう一丁いくか、今日2発目、危ない、危ない、大丈夫か、カウント3、1回は返したんですが2度目は吉江返すことができませんでした、森島及ばず、ノアの司法奪回ならず、森島が手を挙げて、俺が最初に取り返すと誓った GHC タッグのベルト、森島返せませんでした、
ピンクボディ敗れました。この2人でちょっと取り返せないときついですね。厳しいですか。バッドインテンションズ新日本の第22代 GHC タッグチャンピオンバーナード・アンダーソン初防衛ということになりました。新日本のセルリアンブルーのマットでは今日はありません。今エーゲン・ハルカ GHC タンクタイトル管理委員から再びベルトが渡されました。丸藤さん、これは大変なことになりましたね。2回セル持ったんですけどね、はい、あの2人ならそうですね。すかさず手元に戻して、さあピンクボディこれからというかと思ったんですが、こうなりますと再びこのバッドインテンションズが GHC と IWGP の2冠そのまま継続という形になりました。防衛1回。丸藤さん、まだ終わったばかりですが、この2人で取れなかったら厳しいということですが、じゃあ誰がということになってきますよね。ちょっと待ってくださいよ。谷口ですね。マイクを持って We love you Next challenger for GH time 誰ですか。おお、屈辱的な。誰ですか。新日本プロレスリング一気バー、なんとノアのこのエメラルドグリーンのマットで屈辱的な発言。しかし谷口ジャーマン男気を見せました。一発かましました。バッドインテンションズにかました。おっと怒った、これには怒ったチャンピオンチームが怒った。場内騒然としています。勝ったのはジャイアントバーナードカール・アンダーソンの GHC タッグチャンピオンでした。初防衛に成功。解説の丸藤選手がピンクボディでの奪還ができなかったら難しいんじゃないかという中で、丸藤さん、はい、谷口が名乗りを上げましたね。ね、正直彼も今もうギリギリのところで、ね、生きてる選手だと思うんですよ。俺は、はい、年齢的にも厳しいし、ね、なるほど、はい、自分のチャンスをつかむつもりいいんじゃないですか。そういう気持ちは大切でしょう、はい。そしてタッグパートナーは一体誰になっていくのかというところも興味深いところですね。塩崎でしょうね、うん、今組んでるのは塩崎なんでね、はい、うん、ということは塩崎が名乗りをこの試合、あ、この後メインがありますので分かりませんが名乗りを上げますと、塩崎にとっても GHC のタッグシングルの2冠のチャンスということも出てきますね。そうですね、はい。そんな中で丸内さん、もう一つ、うん、またにらみ合っています。にらみ合っています。この屈辱的なポーズもそうなんですが、このノアのマットで、エメラルドグリーンのマットの上で新日本は一番だというマイクパフォーマンス、はい、これはもうノアの選手一丸となって全員となってなんとか取り返さないといけませんね。そうですね、だから、まあ、いい、非常にいいと思いますよ谷口、うん、はい、この谷口のこの表情。さあそしてもう一言何かありそうです。マシンガンをぶっ放す。果たしてこの名乗りを上げた谷口がノアの司法 GH タッグのベルトを再びノアに取り戻すことができるんでありましょうか。